ルース台風は1951年10月14日に九州に上陸し大きな被害をもたらした台風である。進ロ図1951年10月9日にグアム島の再開場で発生した台風15号は発達しながら西北西に進み12日には沖縄の南海上で924ヘクトパスカルにまで発達し最盛期を迎える。15号は 12日午後には進路を北から北北東へと変えた。その後13日夜に沖縄本島と宮古島の間を通過して東、シナ海に入り、14日19時頃に鹿児島県串木の市付近に上陸。上陸時の勢力は935ヘクトパスカルと後に統計開始以降で4番目に低い中心気圧で日本に上陸した台風となった。 上陸後は、伊田天内風となって、時速100キロメートル前後の猛スピードで進行し、九州を縦断した後、山口県、島根県を経て、日本海に進み、北陸、東北地方を経て15日夕方には、三陸沖に抜けた。15号は16日に、温帯低気圧に変わったが、その後再発達し950ヘクトパスカルまで、発達した。なお、15号は、 北陸沖で本来の中心は次第に消滅し関東地方の東沖に新たな中心が生じてそれが東北東に進むというジャンプ現象を起こしている。15号は勢力が強く暴風域の半径も非常に広かったため全国各地で暴風となった。宮崎県の細島や愛媛県の佐田岬では それぞれ秒速69.3メートル、秒速67.1メートルの最大風速を記録し、前者は日本において統計開始以降2番目に強い記録であり、後者も統計史上3番目に強い記録となった。台風の影響で九州、四国、中国地方のところどころで大雨となり、山口県では河川の氾濫や土砂災害などが相次ぎ400人を超える死者。 行方不明者が出た。台風が上陸した鹿児島県でも、強風と高潮による大きな被害が出た。即気破損のため推定地この台風の上陸は10月中旬で、海水温も8から9月の最盛期からすれば下がっているはずであったにもかかわらず、上陸時の勢力は935ヘクトパスカルと、かなり強く高潮の被害も発生した。また、 台風本体も大きかった上に、猛スピードで駆け抜けたため広い範囲で強風が吹き荒れた。台風による被害は、鹿児島県口の選ぶ島で島内の民家の半分が倒壊する大きな被害を出したほか、山口県久賀郡では、西木川一帯が氾濫して、郡内の死者、行方不明者309人、重軽傷者1228人、家屋流出百159個、 道路決壊千5 0 7カ所、橋流出587カ所、堤防決壊百2 6 3カ所の被害が出た。当時の首相、吉田茂の命令により、警察予備隊が山口県内において発足後発とされる災害派遣出動を行った。1951年の夏は、干ばずで各地で水不足が続いていたが、 ルース台風の降雨により一息ついたところが多かった。水不足から水力発電量が低下し計画停電が頻発していたこともあり、関東地方の電気の水がめとなっていた稲わしろ湖周辺の降雨は新聞記事にもなった。ありがとうございます。